なるほど。つまりこういうことじゃな。そなたのもとにモンスタレア地方から来たという国威の預言者が現れた。その者がジャイワールとオレンカが戦い、後に手を携えてクレティアを滅ぼすだろうと予言したと。その国威の預言者についての噂はわしの耳にも届いておる。そなたの話は真実じゃろうが。当初は私もそのような予言を信じてはおりませんでした。ですがその後次々と予言が現実のものとなり、以来両国の動きを警戒するようになったのです。なるほど。だけどクレティア女王に予言をしたやつはどうしてジャイワールとオレンカが戦うことになるって分かったんだろうな。もしかするとその人物の話は予言ではなく予定だったんじゃないか。自分が話した通りになるように何か仕組んだのかもしれない。何をどう仕組んだのかは分からぬが、そやつがオレンカとジャイワールを争わせ、さらにクレティアまでも巻き込もうとしたのは間違いないじゃろう。でも一体何のために。わからん。ただその預言者とやらは父を殺した奴のことを知っている可能性がある。むしろそいつがやったのかもしれんな。セザール、早合点してはいかんぞ。まだ分からぬことが多いのじゃからな。いずれにせよ我らはその預言者を急ぎ探し出さねばなりませんね。ではオルネーゼよ、そなたは仲間と共にモンスタレア地方へ向かえ。モンスタレアの三国、モーリアス、ヘルノーク、ダラル、それぞれの王にまみえ、その預言者を探し出すのじゃ。はっ。失礼いたします。どうした、何か起きたのか。はっ、たった今知らせが入りました。ダラルの軍が隣接するモーリアス、フェルノーク両国を吸収。何、一夜にして制圧したとのことです。どういうことだ。一体この世界で何が起こってるっていうの。任せろ。
行くぞ。任せろ。行くぞ。
ブレード。
知るがいい。アルテナソード！終わりだな。敵さんも大軍、俺たちも大軍、とんでもねえ規模の戦いになりそうだな。メイシ様、ダラルの王よ、何故戦いを望む？いにしえの予言に従い、我らが築いてきた千年の平和を何故乱すのだ？宗主国ゼビオンの王として命ずる。今すぐに武器を収め、
己の国へ戻るのじゃ。やれ。明治様。もはや止める手立てはないようじゃな。この関門を突破されればクレティアの国土が侵されてしまう。何としてもここで奴らを追い返さなくては。クレティアの兵たちを全力でかかるのだ。やるしかないのか。本当に始まってしまうのね。世界を二分する大戦争が、さあ行こう。世界を沸かすのではない、再び一つとするために戦うのだ。そうね、そう考えれば思いっきりやれるってもんよね。みんなであいつら追い返してやろうぜ。うむ、承知した。よし、じわじわたぎってきたぜ。あなたって本当いつもそればっかりね。でも今は私も同感。そう来なくっちゃな。我らも突撃せよ。よし、いざ。On this high.